宝太郎くんです。入門からおよそ18年半、関取51場所を務めたまげに別れをつけます。師匠とそして息子さん宝太郎くんが最後に入れました。改めて大きな拍手をお願いいたします。では続きまして、荒磯親方の息子さんです。宝太郎くん、花束の贈呈です。この息子さんが覚えていてくれるまで現役を続けたいというふうに話をしていました。宝太郎君と直太郎君が見つめる中、最後にお父さんの姿です。これからは部屋付きの